こんにちは。3月25日の14時を過ぎまして、これ変わり目か押し目か迷うとこですよね。まあ基本的には125円までずっとバイでいけばいいと思いますけども、ここまで値動きに変化があったら、やっぱり今日はエントリーしないが、金銭的には正解でしょ。だから勝ちまくってきた後って一回ね、ちょっと客観的に相場を見ると、なんかね、これがまあ私のマイルールなんですけども、3回勝ったら1回休みっていうのはね、いつもやってるんですよ。逆に3回負けたら1回休み。これもやります。これマイルールなんですよ。で、皆さんのマイルールとは違うかもしれませんけども、私は大体ね、こうやって冷静になった時に、こういう変化が起きるんで、金銭的にはちょっとね、ダメージを受けないことが多いんですよね。まあ、それで、この相場の見方なんですけども、基本的にはこれ、押し目だと思いますんで、私は買っていきますね。というのがね、同じ理由ですよ。今までずっとお話ししましたけども、これ、ヒゲが出てるでしょ？このヒゲが何の意味があるかっていうと、ずーっとね、こう、売りで下に下がっていたのを、上級者の方が一気にここで買いに入った、もしくは、売りポジションを立てていた人が、これを見計らってね、で、ここで決済してる可能性があるんですよ。というふうに私は見ます。だから、多くのポジションがここで決済されてるんで、ヒゲになってるんですよね。で、そう考えると、ここから今度は買いポジションの方が勝つ可能性が高いんで、突き抜けていくかなと。この前と同じですけども、上級者の方はここで入って、中級者の方は、ここからここの間でエントリーして、初級者の方は、初心者の方はこれを抜けたのを確認してエントリーすればいいんじゃないですか。今までと同じです。うん。で、あとはロスカットを食らいながら、結局この後どうなっていくのかを測っていくんですけども、基本的には全体相場がね、上げ上げですからね。うん、まだまだ、倍の方で挑戦すればいいんじゃないですか。うん。多分、ファンダメンタルは全然見てませんけども、ファンダメンタルも売りに、ね、これが下に下がっていく要素ってまだ何もないんじゃないですかね。私はまあ、実際に実弾は今日打ちませんけども、やるんだったらバイをお勧めしますね。じゃあ、今日の夕方から夜にかけて見てみましょうか。以上でございます。おはようございます。3月21日の朝5時になりますね。私はね、トレーダー同士で関わり合うコミュニティに入ってるんですけども、おかげさまで、ね、今年はね、ダントツでそれ一番なんですよね。というのが、今回のロシア・ウクライナ侵攻っていうのはちょっとね、不幸なことなんですけども、まあその中で私はね、方針をピリッと立てたんですよ。それがですね、私たった一人だけ、私はテクニカルで勝負してますんで、こうやってファンダメンタルが動きやすい、こうやってね、戦争、紛争、国際的な大きな出来事、こういう時には私はね、ポジションを持たないんですよ。ですんで、ちょっと1週間から2週間、全くエントリーできないと思います。みたいな感じでね、まあお話したんですよね。で、実際に、そうしてました。そうするとですね、他の、ね、トレーダーさんは、まあいつもテクニカルで勝ってるらしいんですけども、いや、こういう時でもテクニカルって生きてるんだよって感じで、結構エントリーしたんですよね。で、いろいろ言うんですけども、私から見るとね、これは結構ズタボロになってるなと思う、そんなね、取引ばっかりでしたね。いや、はっきりは言わないんですよ。うん。だからそれが、やっぱりなって感じさせるところです。だって私は、ノーエントリーだから、無傷なんですよ。他の方は、ファンダメンタルの時に無理やりね、テクニカルを当てはめてエントリーしてるんで、多分負けてると思うんですよ。だから、勝ったとは全く言ってないんですよね。うん。そんな中で、まあ、ファンダメンタルズもね、積み重なっていくと、大体、まあ、2週間ぐらいですかね。まあ、2週間、10本、十数本溜まっていくと、それはそれでテクニカルに見えてくるんですよね。テクニカルが生きてくるんですよ。まあ、ですんで、私は先週、これテクニカル、使えるなと思ったんで、バイでエントリーをね、ガン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 押してったんですよ。で、それまで無傷ですから、結構強気にいけるんですよね。でもそれまで、ファンダメンタルの中でテクニカルを無理やり押し込めた人っていうのは多分損害が出てるんですよ。でも、コードの限界点になってるんで、ロットを抑えないといけないし、ポジションたくさん打てないし、って感じで、まあ、投資感覚が正確なんでそういうことになるんですけどね。上級者ですから、やっぱり。で、そうなったら、私ダントツでね、ポジションをね、いくつも、追撃で取ってたもんですから、いや、本当にね、すごかったなと思いますね。で、120円目指していたんですけども、119円で決済したわけでしょ。そうしたら、やっぱりこう、世界のね、名だたる投資家さん、どなたかは存じませんが、同じところで、私と同じところでポジションを決済してるんで、ヒゲがグワンって下がったじゃないですか。いや、痛快でしたね、ここはね。で、その後、似たようなヒゲがまた出たんですよ。うん、それも同じです。私はエントリーはもうしてませんけども、まだね、今週から新たにポジションを取っていこうかと思います。これからますますね、120円、121円、122円の方向に、まあ、バイを向けていけば、ポジションを持っていけば負けないなと思ってます。完全にトレンド出来上がってますからね。それでは、今日も相場解説をしていきますので、まずね、週足から見ていきましょう。
はい、今週足を見ていただいてますけども、これ1本が1週間ですけども、どうでしたか？この2週間もうズバッと上がってますよね。で、私の場合は120円を目指したポジションが1個あって、その他はここから1週間、この1週間で取ったポジションばかりです。でも複数のポジションを追撃で取りましたから、いや、すごい金額勝ちましたね。で、私の相場解説見てらっしゃる方も、ファンダメンタルズのね、きつい間、2月の中旬から下旬で全くポジション持ってなかったでしょ。で、3月になってきて、まあ、ここのとこですよね。うん。2月の下旬から3月の中旬か、はポジション持たずに、ここのところですよね。特に先週の金曜日には、バイヤーエントリーが続いたんじゃないかなと思います。まあ、かなり勝ったというふうな報告いただいてますんでね。もう中にはね、今年だけで久保さんの相場解説で100万以上貸しましたみたいな人がいたりとか、で、先週は、40万円買った人が3人いたとかね。いや、もう相当、私の相場解説で皆さん稼がせましたからね。だから、ロットが少なくって、ね、あんまり勝ってないと。うん。まあ、確かに、ピップスは稼いだけども、ロットが少ないんで、金額的にはそうではないけども、でも、今までないような価値を見せましたよ、みたいな感じでね。喜んでくださった方。メールを下ってた方もいますけどもね。まあ見たら一目瞭然ですよね。完全に上昇トレンドが出来上がっていて、押し目押し目でぐんぐん攻めてきてますよね。エリオット波動も1個ありましたからね、今示してるところですけど。押し目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 。すごいですね、もう完全に来ましたね。はい。というところで、次なんですけども、次の時間軸は日足ですね。日足をご覧いただいて、ちょっと待ってこれ。ずれてますね、これね。すいません。はい。日足をご覧いただいて、日足も同じです。うん。まあ、ブレイクするポイントといえばこういうとこですよね。こっからは入れたと思うんですよ。動画でもお話しましたしね。ズバーっと抜けていったでしょ。で、私は120円までの長期のポジションを持っていまして、先日、決済しましたけどね、119円超えて。だから決済するときはね、やっぱ半歩前とか一歩前でちょうどいいと思いますよ。ポジションをたくさん持ったんで、目標金額は大きくクリアしましたね。はい、じゃあ次4時間です。全部ね、こう、動きが本当同じですよ。4時間の場合はここもお示ししましたね。ここね。ほら、力点が揃ってるでしょ、ここ。ここの頭とここの頭。だから、ここのぐにょぐにょしてるところでエントリーするわけですよ。そうするとこの距離が取れるわけですよ。ね、でここで下がっても気にしないですよ、押し目なんで全然。ほら、だからチャートを見て後から線が引けて、後からストーリーをちゃんとね、後付けできることも大事ですよ。まずはこっからですよ。それができるようになってから、じゃあ将来どういくのかなってことが、線が引けるかどうかですからね。じゃあ1時間見てみましょうか。はい、1時間ね。1時間で大きなテーマになったのはこのヒゲです。だから、いつも勝ってる上級投資家さんは、ここでみんな決済してるんですよ。だから大きなヒゲが出てるでしょ。119円を突破した瞬間にみんなで決済してるわけですよ。だからこれが勝ってる人の集まりですよ。このヒゲが。で、同じように、これは上級者のポジションですけども、今度中級者の方がそれを真似してね、ここでポジションを組んでるでしょ。だから、上ヒゲを2回出してるわけですよ。で、そっから値段は落ちていくと。だって初心者しか残ってないから。ね、あとは中級者の方はこの辺りからエントリーしてここを取ったって感じじゃないですか。で、ここにもやっぱ上級者があれですよ、利確したところがあるんでヒゲになってるわけですよ。また同じですよ。まあこれを今回ヒゲのこととね、あとおしめのことをお話しする絶好の機会になりましたね、今回はね。いいなあ。まあでも、そのショート動画も撮りましたけども、今回は特にね、メッセージ多かったです。12、3件いただいたんじゃないかな。12、3件メッセージいただいて、ほとんどが見ていたから勝てましたっていうことですよね。一人あれですよ、これを機会に入塾しますっていうね、人がいましたけどもね。まあで、同じパターンですよ、これ。同じパターンなんですよ。だから FX ずーっとやってて勝てないってことはやってないんですよ、それは。だから私がチェックしますんでね、もし希望でしたら。うん。で、やってるのかやってないのか私が見れば分かりますから。
これで勝てない、今週これで勝てなかったらね、ここまで、私、ある人のメールにもありましたけども、下3桁までね、119円の何々何で、下3桁まで言ってるでしょ。で、そこでブレイクアウトですよって言ってるのに、エントリーしなければ勝てませんからね。もちろん私も、絶対じゃないですよ。仮説なんで、外れることもありますけども、ほとんど外れないでしょ。もう相場が、だから、そういうもんなんですよ。ほとんどの場合が、テクニカルはこうなるよってことを教えてくれてるんですよ。で、しかもそのテクニカルでこうなるよっていうのをいくつか組み合わさった時に、私は値段の下3桁まで行くんですよ。で、いくつか組み合わさってない、若干自信のない時は、第2仮説、第3仮説まで立てるでしょ。そういうことですよね。まあ、勝ってくださいよ、これは、本当に。ね。私の相場解説見てる人も減りましたけども、やっぱ負ければ退場していくと思いますけども、勝ってる人はずっと残っていくと思いますけども、実は逆ですよ。勝てるようになったら自分の力をつけて、もう私の相場解説が必要なくなってください。で、勝てない人はずっと私から学び続けないと。やっぱりね、誰から学んでもね、正しいことを言ってるんだったら一緒ですから、ね、正しくないことを言ってる人が複数いるから、誰についていけばいいんですかってことですからね。ね、エントリーポイント下3桁まで言ってる人いますかってことですよ。これで勝てなかったらもうどうしようもないですよ。カンニングしてるのもんですからね。はい、じゃあ今回以上です。いってらっしゃい。はい、おはようございます。3月22日になりました。朝5時の相場解説です。今日は1時間だけで、お話をしていこうかと思いますけども、大きな利確を出したところがここでひげを出したって言いましたよね。で、こちらも同じ現象が見えています。この2つはもうすでにお話ししていたんですが、そのひげがだんだん小さくなっていってるでしょ。ボラティリティが縮んでる状態です。こういう風にね。で、次のフェーズではもうヒゲはあまり見えてこなくなると思いますので、あまり気にしなくていいと思うんですが、肝心なのはですね、このポイントを抜けた時っていうのが、やっぱりこう大きく伸びているってところなんですよ。で、このポイントを抜けた時っていうのが、やっぱり大きく伸びているってところなんですよね。で、これ120円まではノンストップでバイの方に行きますよってことをお話したのは随分前で、だからこそ多くの人が決済するだろう、その手前でね、売り抜けて1抜けたってなったわけなんですよ。ほんで、もう一回上級者の中でもうワントライできる人はここでももう一回取ってるわけなんですよね。で、上昇してくるのが分かってるんで、もうこの辺で入れるわけですよ。この辺でね。で、入るとしたらこのポイントでしょうね、きっと。ここに、もうあれですよ。兆しが出てますからね。ここですよ、この辺に。で、これ分かりますかね、この図は。はい。で、120円まではノンストップでバイで行けばいいんですけども、私はもうすでに安全策を取ってね、ここで利益確定して、利益確保してですね、120円を超えたあたりからもう一回いろいろと考えていこうかと思います、私はね。で、この放送を見てくださってる皆さんはずーっとバイの一辺倒でいいわけですよ。場合によっては追撃追撃してください。で、それでこのね、1週間から10日ほど誰一人損失は出させてないはずですよね。まあ、ロスカットを外してもいいとは言いませんけども、リスクレアードをしっかり取ってですね、ロスカットラインを間違えなければ、もう利益取れていけるでしょ。例えばね、このあたりで120円をテイクプロフィットにリスクレアード組んだら、ものすごいね、リスクレアード 3.1 でもものすごい幅でロスカットラインが引けるでしょ、こういうふうに。いや、このチャンスってのはめったにないですからね。だからここまでは、ここまで損失出した人いないでしょうね。損失の出ようがないですよ、ここまで。私も値段まではっきり言っててね。で、自分でもエントリーポイントをお話していて、さらにおまけで、上級者がどういう風にね、一斉に利益確定するとこのヒゲが出るかってお話もしましたよね。講義も入ってるわけですよ、こうやって、で、今回は以上なんですけども、とりあえず120円に行くまではずっと倍でいけばいいんじゃないですか。で、ロスカットを食らったら考えればいいんですよね。ここら辺でもしかしたら上昇する動きが止まるんじゃなかろうかっていうふうに勝手に想像しないことなんですよ。とにかく全時間軸で右肩上がりになってますから、ロスカットを食らうまではずっと倍で追いかける、追撃していく、これですよ。資金量に合わせてやってくださいね。それでは、まあ、本日は以上でございます。引き続き倍の戦略です。こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、3月22日の14時32分、まあ、この放送をお届けしてるんですけども、ご覧のようにですね、120円を大きく超えて、これからですね、125円の方に向かっていくと思われます。以前も私ね、113円とか110円の頃に、このままでいくと、介入でもない限り120円突破しますってことをお話して、これポジションをね、いくつか持ちました。
あ、そしてそれを軸にずっと相場解説してましたけども、倍以外お話しすることはなかったですよね。毎日倍の方に私は皆さんにお知らせしておきました。どこで入るかもお話しましたけど、ぶっちゃけどこで入っても今日まで売らなければ全員利確です。もしくは今日を境にまたほっといてもね、一切決済しなくてもここらでも利益が出る可能性は非常に高いですね。このまんまこの悪い円高はどんどん続いていってですね、まだまだ行くんじゃないですか、150円とかね、そんなもおかしな話ではないと思いますよ。まあ、なんせね、有事の時の日本円ではなくなってますよね、どう考えても。大抵有事の際っていうのは今までの例を取ってみると、日本円が強いってことで、日本円が買われてですね、円高になっていったわけですけども、今ははっきりわかります。有事の際にもう日本円は頼りにならないということなんですよ。世界中から日本円が今駆逐されようとしてる。まあなくなることはない。基軸通貨としてはまだまだしぶとくね、10年、20年と残るでしょうけども、しかしですね、わかりませんよ。これから、円とドルとユーロのこの3つの三大基軸の中に別のデリバティブが入ってくる可能性は大いにあります。ここではちょっと言及しませんけども、三次元的な私は世界通貨基軸通貨がこれからね展開されると思いますよ。この辺まで言ったらお分かりになる方いるでしょう。で、差し当たってはこの急激な円安に対してですね、私たちが取れる手っていうのは一つしかありません。それはドルを買うことですよ。円を売ってドルを買う、つまりドル円のチャートで言うと倍を進めていくことです。で、こまめに利確してですね、1万2万5万10万100万とどんどん積んでいってください。そして出た利益でさらにドルを買ってください。それを繰り返すことによって資産防衛はできます。今全然お金がない方でも大丈夫です。私はずっと相場解説をしてましたけども、どうですか？今年から相場解説を始めた方でも、1ヶ月前から相場解説をご覧になった方でも、全員私の言う通りにやったら利益が出てるでしょ？ね。これで利益出てないことないですよ。私倍しか言ってないわけですから、買いとしか言ってないわけですからね。はい。ということでね、まあ、私の相場感はいかがでしょうかっていう前に、まあ、そうですね、今年に入ってのこのドル円の相場は FX をやってると言えてる人だったら全員勝ててるんじゃないかなと思いますね。そのぐらい極端な買い相場ですよ、うん、まあこれからもね買い相場になると思いますけども、しかしですね、必ずやってくるのが大きな売りの時期です。巨額な決済をした場合、例えばね、今120円超えてますけども、これ110円でロングの玉を持ってるちょっとお金持ちの投資家もいるんですよ、ね、手元に100万200万しかない人ではなくてですね、1000万2000万とかそれ以上の金額でやってる方は、まあ、はっきり言って買った後長い間放置ですから、おそらく110円とかね、トランプさんの頃に仕込んだやつを今順番に利確でしてるところでしょ。玉がでかいですからね、そういう時はロットの単位が。ですんで、一気に売りの方にグワッと触れてね、それが大きな押し目を作りますから、そこで、運よく、だから運悪く、買いに入った人、少額で買いに入った人は、ロスカット食らいますよ、そこで。まあ、こういうふうなことを読みながら、相場解説で、入っちゃいけない倍っていうのもありますからね。うん。はい。それはね、どのぐらいの証券口座にお金を入れてたか、証拠金の維持率によっては、入っちゃいけない倍もありますからね。じゃあ速稼塾の相場解説ではそういうことも身につけていきましょう。それでは以上です。おはようございます。3月23日朝5時26分の相場解説になります。まあ基本的に言うことっていうのは、一方的に倍で入ればいいよっていうことは引き続きなんですよね。まあ125円までずっとまた倍に行けばいいんじゃないですか。まあ前回もね、114円の時に120円までノンストップで倍ですよと、まあ、市場介入でもね、ない限りね、日銀が介入してこない限りは、この円安はもう止まらないってことを話しました。まあ、以前よりも、まだまだ円安になる可能性が高まってきましたね。で、こうやってね、相場を見ていると、ドル円とか見ていると、まあ、本当にね、日本円がやばいなっていうか、有事の際の、円買いっていうふうにずっと言われてたんですけども、世の中の状況が悪くなればなるほどね、まあ、ここのところ、円は売られていく状況に入ってますね。まあですんで、日本円がそれほどまでに信用を失ってると
つまりは日本円を使っている人ってのは世界中で1億人ぐらいしかいないですから、本来ね、日本円が強いわけがないんですよね。で、ドルってのは世界の基軸通貨で、今ますますドルにお金が集中してます。まあ暗号通貨っていうのもあったんですけども、結局はやっぱりドルなんですよね。まあそういうことも考えていくと、日本円しか使えない人ってこれから生き残っていけないと思います。特に日本円しか使わないのに、日本円がね、稼げない人っていうのは、本当終わりだと思いますよ。これ全然ね、私が言っても、バジ豆腐みたいな方ばかりだと思いますけども、お金を真剣に考えていると、やばいってことに気づくはずなんですよ。まあですんでね、今の段階でお金が稼げないとか、まとまった資産を持ってないのに、のほほんとしてる人ってのは間違いなく生き残れません。まあものすごくね、力の強い人がそばにいれば大丈夫だとは思うんですけども、そういう方ってなかなかいないですからね。またそういった人とか企業に、いつでも稼げない人は切られちゃいますんで、ご用心ください。ということで相場解説行ってみましょう。これはね、今日足を見てるんですけども、日足で線を引くと、ここですよね。ここを超えたところから大きくブレイクしてるでしょ。うん。で、116円から一気に120円まで、4円の差を取ることってのは、まあなかなか私が相場解説していてもないとは思うんですけども、この幅ってのはね、私の相場解説をこの1ヶ月見てる方は誰でも取れたんじゃないかなと思いますよね。うん。これ1本が1日ですからね。だから10日の間にこれが起きてるわけですよ。10日ぐらいの間に。10日っていうと、結局ロシアがウクライナに侵略戦争を始めてね。で、ファンダメンタルがきついから私は、しばらく相場解説をしませんって言っていたあの2週間が終わってからですよ。ファンダメンタルも積み重ねばテクニカルになるっていうこと。これでよく分かったんじゃないかなと思います。で、勢いがずっとバイの方で、陰線がここの1個しか出てないでしょ。これ。しかも上下にヒゲ出してるから、うん、これはね、一旦休憩みたいなサインなんですよ。で、引き続き、こうやって倍のサインしか出てないですから、もう倍に行けばいいということです。で、ロスカットを食らって、このロスク足が下に向かったら初めて、あ、別の展開が来たかなって気づけばいいわけですよね。その際は少しだけ経費を払うことになると思いますけどね。で、次4時間です。4時間一方的に倍の方に動いてます。ここを超えたあたりですよね。116円を超えたあたりから一気に倍の方に入って、もうね、休む暇なしって感じです。たまにこうやってね、押し目を作ってくれるところがあるんですけども、こういったところを狙わなくてダメですよ。あ、押し目だっていうふうに気づかないとね。私の相場解説を見ていて、押し目が見抜けないっていうのはちょっとね、もう何をやっていたんですかって話ですから、もう押し目がわからない方はぜひね、私の FX基礎講座の中級編を見ていただきたいと思います。押し目についてしっかり解説しております。じゃあ次1時間見てみましょうか。これぼーっと見てるだけじゃ本当ダメですからね。ぼーっとって悪い言い方しますけども、私の相場解説見ていて、もしくは聞いていてね、稼げない、特に半年とか1年間やっていて稼げないっていうのは単なる怠惰ですからね。じゃあ今日はね、怠惰じゃないようにしっかりとヒゲについてお話していきます。まあ、ヒゲについての理解が進むと、本当に、この、チャートっていうのはね、ローソク足っていうの見やすくなってきますからね。じゃあ、まずヒゲなんですけども、ここ行きましょうか。ここ。ね。このヒゲの意味ですよ。前回のヒゲの意味っていうのは、上級の投資家さんが、利益確定をバスッとしたんで、ヒゲを出したってことになります。つまりは、こう120円に達したんで、今までの玉を整理する、一気に整理する、すべてのポジションを整理するから、一気にね、このヒゲが出てくるわけなんですよ。で、このヒゲを超えたあたりでもう一回ヒゲが出てきます。これです。前回ほど大きくはないんですけども、ここでも多くの上級投資家さんが、もしくは中級投資家さんになってきますけどね、玉を整理したんですよ。で、ポジションが空になった状態です。で、初心者の方はまあロスカットの方に入る可能性があるんですよね。初心者の方はね、もしかしたらね、ロスカット食らうかもしれません。というのが、上級者の方が決済したところに巻き込まれてですね、今度は売りの流れの方にポジションを持っちゃうからなんですよ。で、こっちの方はまあ中級の方が多いんで、被害は少ないと思いますけどね。じゃあ今回のこのヒゲ、ここですよ。このヒゲはどういう意味を持つんでしょうか。まあ、基本的には同じですけども、121円に達したんで、やっぱり玉を整理したんですよ。121円になったら決済しようと思っていろんなポイントでエントリーした方がいたんですね。で、上級者の方は決済がうまい、121円だ、
ここで決済したんでヒゲが出たってことですね。ヒゲが見えるようにちょっと解放していきましょうか。ここヒゲが出たんですよ。でここは何かっていうとね、この下の方、これはね売りで取ったんじゃなくってロスカットを食らった人が死死類類なんですよ、ここは。でロスカットを食らってるのを見て上級者の方がまたねポジションを売りで持った人もいます。その人はこのヒゲで、このヒゲで決済して、売り抜けましたね。だから往復ビンタを成功させたわけですよ。ここでちょっと待ってください。このヒゲで利益確定して、このヒゲで利益確定してって感じで、上級者の方は両方取っているということですね。で、だんだんまた相場が落ち着いてきて、今度は、ですね、上級者の方はこの辺りでエントリーすると思いますよ。倍の方でね。で、中級者の方は、そうですね、このヒゲ先、このヒゲを抜けた辺りでエントリーするんじゃないですか。初心者の方は躊躇してエントリーできません。この動きは何だろう、もしかしてもうすぐ倍に向かうんじゃ、倍からセルに向かうんじゃないだろうか、転換するんじゃないかなと思って、今エントリーしたら、なんか知んないけど、売りの方に向かいそうで怖いんですよ。で、こういうふうな勝手なね、値動きを連想しちゃうんですよね。まあけどね、ロスカットを食らって下に向かったんだらまだしも、ロスカットも食らってないし、まあ、そもそも今までずっと倍の方で一方的に勝っていたのに、ここでね、倍以外の選択肢を取っちゃうっていうのは、ちょっとまだ、今までの相場解説が骨身に染みてないかなってことですね。ご用心ください。ということで、引き続き倍で入ればいいんじゃないかなと思います。じゃあ今日は以上ですね。どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日も相場解説やっていきますね。3月24日朝4時26分で相場解説になります。まずね、今ご覧いただいている日足なんですけども、これからこの値動きがねどちらの方に向かうかってことなんですけども、迷いなく倍の方で行ってください。もうトレンドがね発生してもう長いですよ。トレンドが発生したのはここからです。ここからトレンドが発生して一方的に右肩上がりになっています。だからここからブレイクアウトでバイでエントリーしてくださいと言って以来ですね、バイでエントリー、バイでエントリー、バイ&バイ、バイ&バイ&バイというふうに申し上げてきました。まあこの私の働きかけにね同調していただいた方は巨大な利益を積み上げているところだと思います。で、相場っていうのはトレンドかレンジしかないわけですよ。で今トレンドが発生してるときは乗りまくってください。でレンジっていうのはどういうところかっていうと、上とか下がギザギザになってるところです。例えばこういうところですね、上に行ったり下になったりしてでしょ。でレンジっていうのはその幅にもよるんですけども、幅が大きいときはレンジの下に行ったら倍、上の方に来たらセルで両方取れていくんですよ。で幅が少ないときっていうのはエントリーしない方がいいです。ブレイクアウトだけを狙いますということですね。よろしいでしょうかね。じゃあ4時間の方も見ていきますよ。4時間を見るとこういう風になってますね。トレンドは発生しても久しいんですけども、でも先っぽの方見てください。今までと違ってちょっとねギザギザが見えてるでしょ。まあ要するにずっとトレンドを待っていてブレイクアウトした人ってのは120円まではずっと玉を持っていって120円で決済しようと思ってたわけなんですよ。ですんで119円とかね121円、この間で120円を中心として決済がたびたび行われていくんですね。まあもちろんずっと買いでポジションを持ってた人はそれを決済していきますんで、今度売り圧力が強くなって一瞬下に下がると、そうするとおっとまた120円までいけるからっていうので倍が入ってですね、揺り戻しが起きて今度上の方向に向かっていくってことを繰り返すんで、今この四角い枠の中ができてるわけなんですよね。ここですよ、ここができてるわけなんですよ。そうすると今は小休止っていうかね、またレンジに入っていく可能性があるんですよ。でもポジションを持つんだったら、どうしても持ちたいんだったらバイで持ってくださいね。セルっていう選択肢はありません。まあ仮にバイでポジションを持っていてセルの方に動き出しちゃったらロスカットを食らってください。それは経費なんですよ。でもここまで申し上げといてあれですけども、方向性はねやっぱりバイなんですよ相変わらず。だからこのバイで大きな利益を取るためにわずかなセルのリスクを取ることはこれはやっていかないと。だからロスカットラインがあるわけですから、堂々とロスカットラインを引いてバイでエントリーしてください。じゃあ1時間の方いきますよ。1時間見てみると確かに
上昇して下降して上昇みたいな感じで迷いが生じてるかなっていうところあります。ただ基本的には倍でいいんですけどもね。でちょっとね数時間前のグラフを見てみますよ。はい、これが3月23日の18時なんですけども、今黄色いところでゾーンを作ってます。これが何かっていうとね、ここのヒゲの意味なんですよ。この陰線のヒゲなんですけども、今黒い四角で囲ったところはここでもう複数の決済が起きて上昇に急速に向かったんでヒゲになりましたってことです。で同じ理屈でここはですね、急速に利益決済が進んだんでヒゲを出して下の方に向かったってことなんですよ。で配達りした人が明日に向かうのかなと思ってセルの方向にこう玉を入れたんでこうなる。プラスここでは往復ビンタでセルの方向も取っていこうとする人が売りの玉を立てて、でその結果ですね、上手な人だけがここで売り抜けてるんですよ。で下手な人はこの分ロスカットを食らってますね。そんなかんなで影響があって上の方に向かったんですけども、これと同じことがもう一回起きます。でどういうことかっていうとね、この売りと買いの圧力が解放されて上の方に抜けたわけですよ。そうするとまたね、同じ理屈で下に下がってきてるわけなんですよ。じゃあ同じようにここからですね、また上に向かうべく圧力が起きてくるわけなんですけども、ここから重要なのが、上級者の方はもうすでにバイの方で入ってますね。このヒゲを見てるからです。もう説明は割愛します。でそうするとここでバイで入っていいわけですよ。で中級者の方はね、中級者の方はこれからこの上昇の流れが起きてることを確認してエントリーを起こしますね。で初級者の方はこの頭を抜けたところ、ここの頭を抜けたら、その抜けたのを確認してここら辺から、もしくはこの辺からバイに入ってくださいっていうことですね。はい。そして今あれから数時間経ってどうなったでしょうかってことですよね。このようになってます。つまりは上級者の方はもう玉を持ってます。中級者の方も続々とエントリーを入れ始めています。初級者の方はここを超えるまで待っています。まあそういう形でチャートができているというふうにここまでを分析しますね。順調にいくならばこのまんまここを抜けてブレイクアウトが始まって初級者の方もエントリーできるってことです。でもそうならずに、例えばここ跳ね返って下に行くみたいなこともあるんですよね。そういう場合は中級者の方は少ししか利益が取れないし、上級者の方はまあそこそこの利益が取れるってことになります。まあ解説は以上ですね。ですんで倍に入るのは倍で入るといいと思いますけども、もう上級者の方はすでに入ってますし、中級者の方はある意味入ってる人がいる、もうちょっと待つ人もいるって感じです。初級者の方はこれからじっくりとこのポイントを超えるのを待っておいてくださいということでございます。はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。今朝はですね、相場解説もう大サービスで講義付きで、初級の方、中級の方、上級の方、どなたでも使える相場解説をお送りしました。でその結果回収をこれからしますんでね、ご覧いただければと思います。まずは押し目に入り出すポイントがここにありました。でこっからね、もう朝説明しましたんでもう割愛しますけども、ぐるぐるぐると下がったわけでしょ。で上級者はもうこっから入ってますよってことも朝申し上げましたし、中級者の方はすでにこの辺でしたっけね、もう入ってるよと。中級者の方はぼちぼち入ってるよと。で残りの中級者の方もこれから入るよってことを申し上げました。じゃあ初心者の方はどっから入ればいいんですかって言ったら、このポイントでしょ、初心者の方で。初心者の方はここをブレイクしたのを確認して入ればいいわけですから、利確ができますよね。ということで初心者の方が利確したポイントで上髭を出して下落に向かってます。もうずっと言ってることは同じです。ついでに言いますと、上級者の方とか中級者の方もおそらく同じポイントで決済したでしょう。はい。で初心者の方の中で多分ね、利確が遅れてロスカットに遭ってる人もいるはずです。いかがでしょうか俺のことだよって言わないでくださいよ。まあロスカットに遭う方は私の相場解説を見てると多分少ないはずですよ。というのが、この辺りでロスカットライン引いてると思うんですよ。そうでしょ。でも手数料がありますんで、エントリーした瞬間マイナスになります。で今、まあ、ロスカットは受けてないけども、
ちょっとマイナス含みかなっていうところなんじゃないですか、正直なところ。はい。いずれにしましても、上級者の方、おめでとうございます。入ったところは、ここです。切り板で言うと、120-685あたりで入ってるでしょ。ということで、今の価格、121-521なんで、まあ、1円幅は取ってないですけどもね。でも、80ピップス以上は取れてるんじゃないですか。だから、上級者なんですよ。中級者の方は、40、50ピップス取れてるでしょ。ね。はい。初心者の方は、ちょっと利益か、含み損ですよね。プロスペクト理論が働いてますから、もしかしたらもう利確の後で、ああ、よかった利確が済んで、ほら、もう売りに向かってるじゃん、っていうふうに思ってるかもしれません。でも、大前提として、上昇トレンド中ですからね、ポジション決済してないのも正解です。私の場合は、1日のうち、18時ぐらいには全てのポジション決済するように決めてますんで。ね。ですんで、もう手仕舞いですけどね。ただ、日をまたいで、もしね、ポジションを残すようでしたら、まあ、それなりの、深みを持ったリスクリワードを設定して、まあ、125円を目指せとは言いませんけどもね。まあ、122円とか、あのあたりまで行くんじゃないかな、というほのかな思いを込めながら寝ればいいんじゃないですか。でも気になって眠れないでしょ。なぜなら、私と同じトレードしてる人は、ぐっすり眠るために、利益確定をして、ここで、すべてのポジションを外すからですよ。さあ今日も、7、8万買ったんじゃないですか。いいでしょう、日当で、7、8万取れれば。で、たまに3、40万。お金に困ることもないでしょ。いや、今日もね、相場解説が、真っ向ストライクして、しかも朝は、一般公開で行きましたからね。その結果どうなってるんだって方がね、待ってるかもしれません。それでは現在17時50分になったところです。まあ表示上はね、3月24日の18時ってなってますけども、うん、まあこの相場解説見れる頃は本当に18時になってるんじゃないですか。まあ10分の誤差は多めに見てください。それでは本日は以上です。ありがとうございました。おはようございます。今日は3月25日、金曜日になりますね。はい。で、朝6時18分の相場解説なんですけども、ずっとバイ&バイ&バイで取れてきましたよね。で、114円から115円の間にいたときに、これは介入でもない限り120円まで一気に行きますよってことをお話しました。これは実現しました。で、120円に行ったか行かないかのときに、私はさらにね、125円まで行きますよっていうお話もしました。これが基本路線です。で、今、122円の356あたりなんで、私が宣言した125円までに、もうあとわずかっていうかね、120円の時にあと5円上がりますよっていう風な真ん中まで行ったわけですよ。ということでね、一方的に買いで持っていけると思います。ただね、この辺でね、こういう風なことを考える人がいるんですよ。そろそろこの上昇の流れ終わるだろうから、だからちょっとセルを狙っていこうかな、みたいなね。このそろそろには根拠がないでしょ。だから一方的にロスカットを食らうまでは、リスクリワードを守ってね、今までと同じように。で、ロットの調整はしてもいいと思いますけども、基本的には同じロットでどんどん突っ込めばいいんですよ。ロスカットを食らうまではどんどん行く、どんどん行く。これ以外にはないです。テクニカルなんで。ということで今日はお話していこうかと思います。それでは、日足の方から見ていきますね。こちらです。はい、繰り返しますけども、日足でブレイクアウトのポイントはここになりますよね。で、110円とか115円の時代に、これ120円まで行きますよっていうのは、レンジの中をうろうろした時に、ブレイクアウトしたら120円まで行くよって言ったのが、ここ、120円まで行ったわけですよ。ドカーンとね。だからこの、誤円差は取らないと、取らないとダメですよ。カンニングしてるようなもんですよ。この値動きがあるでしょ。この値動きが見えてない時から私は、この間でうようよしてる時に120円まで行くんですよってことを繰り返し申し上げてたわけですよね。で、その次ですけども、120円に行くか行かないか。具体的に言うと、このあたりで125円までってことを宣言して、現在125円までの道半ばの122円356まで行ってるってことなんですよ。ね。これが全体像です。で、あと、そろそろこれで買いが終わるんじゃないのっていう方がいるかもしれませんけども、買いポジションはどんどんね、追撃されてるわけですよ。上級の投資家さんは続けて買ってます。買い方にはいろいろとパターンがありますけども、今までの利益確定した分の半分を投入して新しいポジションを立てるっていうのを繰り返しているのが戦術ですよね。で、今、日足を見てもらってますけども、日足から週足までで上級者の方で資金がある方は、もっと厚い資金を眠らしてますからね。だからもしね、
逆回転が始まって売りにこう転換するとしたら、これはね、上級の投資家さんが目標の利益を達成して週のポジションとかデイリーのポジションを決済した時なんですよ。で、その金額一個一個がでかいですからね。だから資金の少ない人っていうかね、だから1エントリーが1万とか2万とか5万とか10万みたいな人が束になっても叶わないような金額が決済されますからね。その時は多くの少資金の人のロスカットを巻き込みながら、下落が始まります。いつものパターンでしょ。はい。じゃあ講義が終わりました。4時間見ていきましょう。4時間です。もう言うことはないですね。ずっと倍ですよ。ここからブレイクアウトして、押し目を作りながらね、ずーっとずーっとずーっと上がっていってるわけですよ。押し目を作りながら。ね。それ以外はないです。押し目なのにビビって、決済しちゃった方もいるでしょ。だからこれは初級者の方です。中級者以上の方は、押し目で、追撃した新しいポジションを持つことはあっても、決済することはないと思いますよ。はい、じゃあ、1時間行きましょう。はい、じゃあここでね、私は今までと反対のことを言います。私は十分利益を取ってこれました。たくさんのポジションを決済しました。ですんで、勝ちまくってきたので、頭を冷静にするために今日はポジションを持ちません。これは私のね、一つのスタンスなんですよ。3回勝ったら精神的にちょっと有頂天になるんで、わざと決済せずに冷静な目を持つ。そして3回連続で負けたら、これも心が不安定になるんで、決済をせずに、決済じゃないわ。ポジションを持たずに、ちょっとね、チャートを離れて客観的に自分の気持ちを整理する、みたいなところですかね。ということなんで、戦略としてはね、繰り返しますよ。倍でいいんですよ。買いでいけば。私は今日は、エントリー持ちませんけどもね。そんなところですか。はい、ということなんでね、有頂天にならずにやっていく、メンタルを見ていくことも大事です。人間ってのはね、感情の生き物ですから、感情を排除するのが、テクニカルなんですよ。でも、人間は感情の生き物ですから、テクニカルの中にも、わずかながら感情とかファンダメンタルっていうのは生きてるんですよ。それを忘れないことです。100% テクニカルもないし、100% ファンダメンタルもありません。要するに、9対1でテクニカルなのか、9対1でファンダメンタルなのかっていうところはあるっていうだけなんですよ。で、今回は9対1でテクニカルなんですけども、金曜日はその1の精神の方を使っていこうかと思います。ですので、有頂天にならないために今日は私は休場します。今週もお疲れ様でした。今週のトレードは、もう以上で終わりです。それではまた明日お会いしましょう。